どうもテッシーです。ジャストブリードです。ブブレーの街ですね。ちょっと滅ぼされてしまったと、この情報ですね、街の情報を探索していきたいと思います。ついさっきまではなと、火の手が上がっていると言われてましたけれども、ちなみにこの街の手前ですごい炎バララ山をねっていう魔法をやったんですけど、それ魔物とあんまり私たち関係ないですからね。この街滅ぼした人とね、そこら辺のご理解はねいただければと思いますので、よろしくお願いしますねっていうね。ロランが早速いて、あまりにも無謀すぎる。もう少し早くたどり着いていたならこの街を守ってやれたのに。俺のせい。いやー、今までもね何度かいくつかね滅ぼされてしまった。まあリディア、あー赤ちゃん、おくるみ、ふぎゃふぎゃ、いた、誰もいないかと思った。ルビーの司祭の血筋を引く一族はランブルビルを追われて以来、住む場所もなくさまよい続けてきました。ルビーの石を手に入れたエゼルキエルはジスファンデルを復活させて、この世のすべてのものに復讐するつもりなのです。エゼルキエル、痛えよ、なんとかしてくれよ、痛え。ハンスみたいなこと言ってる。そうか、なるほどね。7つの聖石のうちのルビー、これが横島な心を持ったやつですね。でランブルビルからちょっと追放されてしまったと。ちょっとじゃないな、まあ、追放されてしまって住む場所もなくさまよい続けてきたと。でエゼルキエルですね、このように復讐をすると。いやー、もう一回ジスファンデルを呼ぶということですかね。あ、クレア様が、ターコイズの司祭クレア様が化け物にさらわれちまった。どうすればいいんだよ。クレア、ターコイズ、あ、北にも行ける。まあ確かに前回北と西に行く道がありましたね。お願いです、旅の方、あいつだからどうかクレア様を、あなたたちだけが頼りなのです。西に行ったということですか、ここを通してくれないということは。何をぐずぐずしとるんだ、ターコイズの司祭をさらった化け物を追跡するぞ、急げ。テッシー、いやいや、まず情報です。慌てて動くとね良くないですから。ブブレーの北の方にはランブルビルの頃の建物がたくさん残ってるんだ。ほう。その中には全てを破壊するという巨神ジスファンデルが封印されていとうここ5時ですね、封印されている塔もあるらしいんだけどと。なるほど、亡くなった人たちに祈りを捧げていたところです。テッシーさんも祈ってあげてください。リディア、やっぱ優しいね。宿屋があって、おお、自動販売機、そして銀、ここも、銀の盾、鎧、高い。こっちは道具、これは自動買取機。あー、なるほどね。あ、売るっていうのがないからってことか。でこんなのがねもう揃ってるっていうことは、もうほぼほぼラストに近い。まあ前からねちょっと終盤って言ってますけれども、ということですよね。西ですかね。そうしますと、俺行くんか、
俺行くんか。どうする？意外にテッシーを前にしてたから、買ってあげよう銀の槍。ちょっと買ってあげよう。お、70強いじゃん。やっぱ鋼と銀の間が、鋼と銀の間全然違うねこれ。鋼の以前ね、ほら全然上がんないけど、銀にすると全然違うね。いやー、かといってお金もなかなかないので、ちょっとどんな感じか見てみます。おうおうおう、いいねこの感じ。広々して、この広いの好きなんですよね。なんか那須塩原の高原みたいな、あの美術館、時たま朝 CM やってたりするんですよね、早朝というか。で、穴が開いている。うわー、怖いなーこれ、怖いわー。うわー、あの時っていうか曲一緒。ほう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 。おおお、あなたはペンタ隊長、しっかりしてくださいよ。一緒にスサンドナに帰ろうって言ったじゃないですか。ペンタ、どうしたこんなところまで。クレア様を助け出して名前を売ろうと思ったんだが、もう俺はダメみたいだ。え、化け物たちはクレア様をさらって巨神ジスファンデルの復活の生贄にするつもりなんだ。くっそ、クレア様を本当に助けたかったんだけどな。いやー、ペンタ頑張ってるね。で、ここ、おお、宝箱あるじゃん。回復の杖。これは、まあ、アイザックにでも持たせてあげる。攻撃した時に HP が回復するっていうやつですね。ここ絶対本命でしょ？ちょ、どんな感じなん？くー！マンティーコア、ランド数値に、何これ、トーテムポールみたいな。トーテムマリス。HP と、しかも MP 持ってる。こいつはやばいね。これはちょっと待って、ちょっと待ってと。ちょっと情報ですよ、やっぱり。広い。うわー、この奥もあんのか。うわー、なんじゃこりゃ。ここ、まずここよね。いやちょっと上行き過ぎ、わからん。ここがやっぱり本命ですね。隊長だけか。あの山賊の時を思い出しますね。うわー、こいつか。まあ、正直こいつらだけだってただクルレインとフリバネンとリディアのアラウンドでいけますもんね。まあ、二つ目に見たとこ、あそこが一番肝かなと。とりあえずそうしたら様子見で右と左行ってみますか。銀の鎧と銀の盾買ってあげるかな。そしたら高いな。いやこれ全然足りないっすね。だってリディア・デュバルの分も必要でしょ。銀の鎧、銀の盾、鎧の方が良かったね。
ちょっと待って、あと8500。ちょっと待って、まだどうだったんだ。あがねえ、リリアごめんね、忘れてた。鋼鋼だった今。そうっすよね。8500で1万7000と3000、2500必要か、全部銀揃えるとしたら。それはどうなんすかね。上がねえ。チェインメールしかないね。いやーですね。まあそしたらね、装備で補えない部分は知恵で補いましょう。ガラスの杖、ちょっと待って、鉄の槍もう売って大丈夫ですね。1個銀の槍買いましたから、これで OK と。テッシー、サファイア、誰かバーナスの5斧装備してたよね。ロランのあれか、ギルか。これひとまず取って、テッシーがな、テッシーにあげ、いやちょっと待って、ロラン、デュバル、ああ結構 HP みんな高いね。リディアかな、リディアクルナスか、リディア、いやーちょっと迷うな。でもちょっと待って、クルナスのまんまでいいや、とりあえず氷の女っていうことで。まあテッシーかな。そしたらこれバーナスをちょっと防ぐと。ロランはスピードブーツか。 OK、 これでいきましょう。まあ右側、とりあえず右側行きましょうよ。あそこは大丈夫でしょう。ハンスの時みたいに多分宝箱があるんじゃないかなと思ってます。罠ないもんね。だってよし行くべ。ロランでクルレイン、これいいっすね。あーちょっと右とかに動いておいた方が良かったのか。これまた油断したね。気持ちいいっすね。でマンティーコアとあいつだけでしょ。これは楽勝ですね。1300、めっちゃ金もらえる。だってこれ分シードで終わりじゃない。そしたらやば、これはちょっとみんなかわいそうよ。これは超かわいそう。これはこれで稼げるね。ここでレベル上げてくださいよってことなのかな。これも分シードでいけるでしょ。硬い。まああと HP 高いからね。まああとは攻撃で十分だと。OK。で左側もそしたらいけるっちゅうことですよね。おお、土星の槍。これもね、木星の矛。懐かしいですね。オルロフが持っていた木星の矛と一緒で。土星の槍、これがね確かね、デュバルの攻撃だったんですよね。リディアは装備できない。でローランも確か装備できないんですよね。でデュバルの専用の武器です。テッシーももちろんできないと。そうデュバルですね。これでグンって攻撃力上がりますね。
まあまあ木星あれね、もうラストに近いからね、結構強くなってるとこの時点で。いやでも強いっすよ、土星の槍91になりましたから。じゃあ左行きましょうか。ペンタ隊長、まあ頑張ってるよね。えだって情報集めてっていう感じですから。ロラン、これか、こいつか、あそうそうこいつかってさっきも見たけど、これやばいやつなんですよこいつ。まとりあえずクルレインで、とんでもない魔法使います。あいつはまあ言ってみればエロイムスの全体魔法的な。全然ダメージ食らってねえなあいつな。なるほどね、これちょっと舐めちゃったかもしんないですね。ちょっとアラウンドで牽制しときましょうか。ブラックホールみたいな魔法を使うんですねあいつ確かね。そこでブラックホールに飲み込まれたらもう離脱。恐ろしいですよね。とりあえずおびき寄せないと話にならないんで、ちょっとでも言っときますか。ちょっと左から行くか。うわーうわー、普通にエロイムス使ってくるやつマジかマジかー。これこれはやばい。184、まあ遠くからだとエロイムス、近くに行くとそのブラックホールみたいなねやつやってくるんですよ。倒してまあそしたらライフハーブにしとくか。ライフハーブ2つあるよね。まあそっか、これきついぞ、めちゃめちゃきついぞこれ。いやきついな。大丈夫かな。うーわきた、うわっていう感じです。戻ります。これは話にならんので、見ましたですよね。あれがブラックホールっていう、デホールスっていう魔法だったかな。もちろんねこっちもね、誰かあのデュバル舞台のロドルフォが覚えるのかな確か。おいおいロラン、お前飲み込まれてここにいるっていう。いやーなかなかですね。いや復帰が安くて助かる。よしこれで一応変えるのか。一応まあ買ったところでっていうところはありますけど、ちょっとでも強くしておけばね。エロイムスやデホールス、ブラックホールには全く意味ないけどね。全く意味ないけど買っとこう。でお下がりで
焦げ。苦しいっすね。これかなり運の要素も出てくる、くるね。フィッシー部隊が銀でいくか。まあ勢いでいきましょう。戦士の酒、違う、2つ買ってあげよう。で2ターン目速攻で勝負かけると、それしかないかなと。宿屋止まってないっすよね。怖いわー。あれ範囲攻撃だから、範囲攻撃なんですねあれ。で確か普通のマップにも出てくるんですよ、次のマップあたりかな。めっちゃ怖いっすよね。普通にピューンピューンピューンって飲み込まれるんですよ、ヘルベルトあたりもね。 OK 行こう。でまあクルレイン、ここでダメだったんでしたっけ。ちょっとわかんないっすね。まあ行きましょう。ロラン部隊めっちゃ経験値上がる。俺とまあラウンドと、テッシーでもいいのか。さあどうなるか。エロイムス決まられたらちょっとやだよね。おお、どんどん上がる。デュバルはもう突っ込んで分シードでいくか。そうっすね、ちょっともう突っ込みでいきましょう。でうまく、いいね、65は大体今めっちゃ上がる。多分テッシーはね、飲み込まれたらアウトだから、他のメンツはまあ最悪。来た、ロドルフォデホールス、これですね、こいつが使ったやつですね。ダメなんで、ちょっとまあハーディーで、これでデュバルが生き残れば勝ちですね。あ、来た、これ勝ったんじゃないですか。ロランが飲み込まれても普通にやられるからね。もうデュバルの攻撃でいけると。よし、あと19、これは勝ったな、勝ちましたね。分シードで届くはず、1人が攻撃してくれる。よーし、全部で終わりと。 OK、 水星の鎧、これはロランの鎧ですね。他のメンバーは装備できないと。あ、ちょうど良かったですね、銀買ってなくて。84、めちゃめちゃ上がります。
鋼の鎧はどうしましょうか。こっちに行くか。土星、水星と来て、木星、土星、水星と来てますね。星石、7つの星石とは全く関係ない、全く関係ないっすよね。水金地下木土天海冥のねところなんですけれども、どうやどんな感じスタッフあれどんな感じで武器とか作ってったのかなって気になりますよね。最初オルロフの木製の矛があってね、木製があるからもう後から土星とか水星とかでもいいんじゃねみたいな、そういう感じで、もう終盤でスタッフさんが疲れてて、いやもう伝説の武器的なやつはもうこの第3話地球の感、地球の感じのあれでいいっすよみたいな。ちなみに火星はありません。なぜか、なぜか火星はないと。あとはね、リディアの金星の盾っていうのがあった気がします。5000あるから銀の盾買いましょう。鎧でしたっけ、鎧の方が良かったんでしたっけ。リディアですね、鎧の方がコスパはいいのか。 OK、 じゃあ次がメインのところですね。いきますか。いけるかなすげえ不安。ちょっと道具買い込みましょうかね。薬草場、前回のマップのとこでこのブブレーの町に来るまでの間で使っちゃったんで、ちょっと変えましょう。じゃあ買った状態で、次回あそこのマップを始めるところから、続きの動画ですね、進めたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。